捕虜となった息子に代わり、フランスを統治する王母ルイーズ・ド・サヴォワ、手前に寝そべるのは同盟者のスレーマン大帝ルイーズ・ド・サヴォワは、フランス王フランソワ一世の母。アングレーム伯、シャルル・ドルレアンの妻。サヴォイア公フィリッポ2世と最初の妻マルグリット・ド・ブルボンの娘で、イタリア名は、ルイーザ・ディ・サヴォイア。サヴォイア公フィリベルト2世は、同母帝、カルロ3世は、異母帝である。また、ルイ11世の王妃、シャルロット・ド・サヴォワは叔母にあたる。ブルボン公シャルル3世の妻、シュザンヌの死後に、ブルボン家の遺産をめぐって、ブルボン公と争い、ブルボン公を神聖ローマ皇帝カール5世の下へ走らせる原因を作った。1529年、マルグリット・ドートリッシュと交渉して、貴婦人の和約を結び、コニャック同盟戦争を終結させた。1488年2月16日、11歳の時にパリでシャルル・ドルレアンと結婚した。二人の間には一男一女が生まれたが、1496年にシャルルとは死別している。ありがとうございます。